はい、では今回、環境に配慮した林業漁業と保全活動というタイトルでやっていきます。近畿地方の林業や漁業というのが環境に配慮した形でどのように、行われているのか、それを解説していきます。まず丸一番紀伊山地です。紀伊山地は紀伊半島南の方に、あるわけですが、良質な樹木が育っています。これについては南の方に、黒潮というのが流れていて、で非常に温暖であるとともに、夏南からの季節風で、たくさんの雨を降らします。で多くの雨が降るということは樹木もよく育つということですね。はい、吉野杉であったりとか、それから尾鷲ヒノキと言われたものですね。こういったものが、建築材を主に、作れる、良質なものですね。杉とかヒノキというのを、よく育つ場所になっています。はい、で次ですが、これ人工林と、なってます。人工林、実は、世の中にある森というのはただ普通にこう木があるだけではなくて、人間の手を入れてるんですね。これほとんど人工林で、伐採と植林をこう繰り返していく。で、植林というのはイメージできると思うんですね。木を植えていくという感じなんですが、一方で伐採、というのをしなきゃいけないと。なぜなら木にも使える木とそうでない木とあって、で木が倒れていたりとか、また細い、成長しきってない木だったりとか、そういったものがあると。で使えない、場合は早めに、切っておくことで、しっかりとした太い木を成長させることができる。余計なところに養分を生かせずに、立派な木を育てるには伐採、それから植林、これが大切になってくるということですね。はい、こちらが切ってる様子ですね。はい、こんな感じで切ってます。で植林とか、密集した森というのは間伐といわれる、ものによって間の木を、切って、そして重要なものだけ残すという形に、なります。はい、で次です。ただしこの林業については、農業全体に言えることかもしれませんが、高齢化であるということですね。で特になんで、この林業人口が減ってるのかというと、林業特有の問題点があって、これ斜面で作業しているということですね。先ほどのものでもやっぱり山ですから斜面になってますよね。はい、でこういう場所だと作業するのが大変だと。なぜ大変かというと機械を入れることがすごく難しい、ということが言えるようですね。さらに、安い外国の木材、これが日本に入ってくると国内の値段が下がってしまい、あまりこう高値で売れないと、儲からないということは農業人口も減っていって、結局高齢者の昔からやっている林業の人しかいないという状態になってしまうということですね。こんなグラフがあったんですが、はい、これは杉とヒノキ、青が杉、赤がヒノキですが、杉とヒノキの価格ですね。で1975年から80年ぐらいはかなりこう伸びてるんですが、現在では右肩下がりで、これ値段が下がってますね。なぜ下がってるのかというと、やっぱりこの、安い外国材、これが入っているということが大きいようなようですね。はい、で
森林の役割というのは、いろいろあるんです。だから、海外の方が、森林が木が安いからじゃあ海外に任せようという選択肢もあるんですが、一方で、ほったらかしになっている山とかっていうのは手入れをしなければいけないと。で、山にはいくつか役割があるんですが、その役割が果たせないかもしれないというのが、大きな問題になっています。はい。森林の機能ですが、いくつか紹介したいと思います。まずは国土の保全ですね。これは土砂災害などがないように、しっかりと木が育っていれば土砂崩れが少ないわけですね。それから水源の寛容、これについては洪水をなくしたり、もしくはきれいな水にする水質の浄化ですね。次、生物多様性の保全、これは多くの生物の住処になっている。次、地球温暖化の防止、これは CO2 を吸収する木ですね。そして、林産物の供給、これは家などの建築材になるものの確保、その他ですが、快適、環境形成、保健、レクリエーション、文化という形で、その景色自体、それからその場所自体が憩いの場であったりとか落ち着く場であったりとか、観光のスポットになるということなんですね。はい。なので、代表的に水の供給や温暖化防止というふうに書いてありますが、それ以外にもたくさんの、その役割が森にはあって、その森林のねっていうのは、実は林業人口が減っていることで、その機能を果たせないかもしれないというところが、増えていくということですね。はい。さっきレクリエーションのところ、景観を言いましたが、これはとても大事なところがありまして、ここに挙げたのは高野山、それから熊野三山というところですね。はい。これは近畿地方の南部、和歌山県にあるものです。はい。高野山といえば、空海ですね。空海の金剛峯寺があるところです。それから熊野三山、熊野古道というのは、よく平安時代とか、平安時代のね、後白河法王ですね、なんかがしょっちゅう行ってたというところが有名なんですが、熊野詣でといって、とても大事な宗教的、なスポットになってます。ちょうど平治の乱というね、乱の時も平清盛が熊野詣に行ってる最中に、平安京で反乱が起こった、乱が起こったというところで、有名だったりしますが、そうなんですね。昔から高野山、それから熊野というのはとても宗教とのつながりで、いい場所で、でそれは山の中にあるわけですよね。はい。でこういったところ、場所を確認しますが、そうですね、こちらですね、高野山、それから、熊野那智大社っていうのがありますね。でこっちが那智の滝という有名な滝です。はい。こういったところですね。はい。なので、こういう森を守っていくというのは、地球温暖化とか水の確保というのをよく言われたり、建築材の確保というのがあるんですが、それだけじゃない、この景色、それから宗教的に大事なものを守っていくということにもつながるということです。でこういったところは世界遺産に登録し守っていこうという運動があるんですね。でも一方で観光と保全の両立が課題になってくる。例えばその道というのが汚くなってしまう、とか、様々な問題点が出てくるですね。ゴミを捨てられちゃうとか、これはもうかつて富士山
の世界遺産登録に反対する人がいたというところで、私はなんで反対するのというふうに思ったんですが、結局今も、十分に綺麗ではない、富士山が世界遺産に登録されることで、より観光客が増えて、よりゴミが増えたら大変だという運動だということを知って、あ、なるほど、そういう感じなんだというふうに思いましたね。なので、世界遺産というのはとても、登録されて誇らしいことなんですが、まあ、一方で、ちゃんとそこを守っていくということになると逆に、苦しくなってくるという面もあるんだなというふうに感じます。はい、はい。で最後漁業なんですが、水産資源の減少が課題だということですね。日本海沿岸の方ではズワイガニというのが少なくなっていたりとか、まあ、島半島では真珠を作る貝が減少しているなんていうことが言われています。でこれに対して例えばズワイガニについては取る時期を限定したり、もしくは取る量を制限したりとか、さまざまな方法で、いろいろ制限をして、そして、ちょっと増やしていこうなんていう取り組みがされていたりします。この水産資源の減少というのはとても大きな課題ですので、持続可能というのがね、キーワードになってくると思いますが、林業も漁業もずっと続けてどこかで途中で終わってしまわないような保全の活動の方法というですね、いろいろ考えているということです。はい、以上で終わります。